Oh! Allez, on est de retour sur du Yakuza.廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな、フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、めっちゃしやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土やら使用済みの機材、防護服だ。放射性廃棄物の危険度としては程度に、これは福島。直ちに人体に影響する数値じゃないってやつだ。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れない。でも何だって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件として、もう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。するとその後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか。ああ、自分から志願したんだ。大道寺の人間にも断りを入れてな。あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。ほら、格がないんだな。じゃあ本当なんですね、余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いや、でも全然そんな風には見えないっすよ。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが無理をする状況は選びたくてな。あ、だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか。ああ、だが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。マジかよ、桐生さんがガンだなんて。ならあんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に診てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合もう転移が進んでて、手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、
そんな体で何もこんなことを。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話しつけます。春日、それは違う。俺が今ここにいるのは俺自身が決めたことだ。大道寺一派の命令で仕方なく、でもお前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。なんだよやるべきことって。大道寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。マジかよ。おい春日、大丈夫か。ああ。あの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。カンなんてよ、シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ、キリュウさんは誰も止められねえ。え、キリュウさん、あん時のおやっさんと同じ目してた。また明日な、リチ。そうか、あん時もおやっさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。何言ってんだお前。いや俺もうまく説明できねえんだけどさ、だが桐生さんがああ言った以上、俺らにできることはただ一つ、速攻で仕事片付けて1秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ。なんだよお前だけ分かりやがって。ああ分かんねえ、死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。さて、じゃあ行くか。なんだ、まだ怒ってんのか、カズが。そうじゃありません。そりゃ、急でびっくりはしましたけど。いらん心配をさせたくなかったんだが、すまないな。かえって気を使わせちまったか。そりゃそうですよ。でも、キリュウさん、ん？話してくれてありがとうございます。知らずにいて、もしこの先キリュウさんに何かあったら、俺は一生自分が許せなくなるとこだった。本当のこと言うと、俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きて。でもキリュウさんの頑固さも分かってるつもりです。だからもうちょい俺らを頼っちゃくれませんか。頼る？いきなり桐生さんを病人扱いするつもりはねえけど、せっかく俺らがいるんです、もっと俺たちに頼って甘えてくださいや。そうすりゃ桐生さんも変に無理しなくて済むし、俺らも嬉しいね。おう。そうか、わかった。ああ、そうすることにする。厄介かけるがよろしく頼む。
富澤、カスカ。しゃあねえな。な。まあな。でも、喜んで。じゃあ、改めて行きましょうか。そうだな。約束の時間までまだある。何が待ってるかわからねえ。しっかり準備していくとしよう。富澤、この辺で買い物するならどこがいい？そうだな、アナコンダショッピングセンターかな。第五地区から近いし、あそこなら何でも揃うんじゃねえかな。よっしゃ、じゃあまずはそこで買い出したい。おお、Anaconda Shopping. Ah ouais, c'est pas la porte à côté. Oh, attends, il y a un truc au nord. Vas-y, on va aller voir. Hop. Oui. Oh. Oh. そうか。Sympa. Arigatou. Allez. Alors attends. Parce que bon, elle était partie par là pour faire ce qu'on a à faire, à se faire le taxi. ハワイのドライバーは明るくて気がいいやつが多いし、穴場のスポットも知ってるからな。気軽にいろいろ聞くといいぜ。へえ、詳しいじゃねえか。本職のドライバーみてえだ。いや、車がないだけで今もタクシードライバーなんだが。よっしゃ。Chauffeur de taxi. Bah, on montre l'amitié avec Tomisawa, donc est-ce qu'on veut dire pourquoi pas? Oh. Non, il a disparu.Là, je voulais. Vas-y. Pas mal. Ah. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Des noix de coco. さんの千秋。はい、あのマッチングアプリの。いや違うけど。え、でももじゃもじゃした頭でヒゲが生えてて、ここで待ち合わせって。あ、多分それ僕です。あ、
あなたが山岡さん？すみません、人違いでした。あ、いえいえ、会えてよかったですね。はじめまして、山岡さん。思ったよりも背が高いんですね。千秋さんこそ、思ったよりも可愛らしい。嬉しい。じゃあ、行きましょうか。はい。いや、こんな自分好みの素敵な人に会えるなんて、マチコさん様々ですよ。私も。マチコさんは私たちの恋のキューピッドですね。ミスマッチ、絶好か、ミスマッチ。なんなんだ一体、マチコさんって。あたしだよ。だーセクサー。わーはないだろ。あんた失礼だね。すみません、あなたがマチコさん？いかにも、私は伝説のハワイの占い師マチコでございますよ。そうか、俺は春日一番だ。なんだい？いや、さっきのカップルがマチコさんのおかげで出会えたとか言ってたからさ、あんたすごい占い師なんだって思って。何言ってんだい、私の占いなんてインチキさ。恨まれたことは数知れずだが、感謝されたことなんて一度もないよ。え、インチキ？ああ、もし私が本当に占いができたなら、人の恋なんてどうでもいいことなんか見ないで。じゃあ、どまでおね。マチコさんに感謝してたんだ、あのカップ。ああ、それはきっとこれだよ。なんだこれ？マッチングアプリだよ、私が作ったね。作った？ああ、ほら、アプリの名前見てみなよ。マチコさんって書いてあんだろ。ほんとだ、私の名前から取ったんだよ。マッチングだからマチコさん、ベストなネーミングだろ。あのところで、マッチングアプリってのは？え、あんた知らないのかい？マッチングアプリ、マジかい。すまん、そういうの疎くてよ。マッチングアプリってのは出会い系アプリとも言われるものでね、主に異性が出会うために使うアプリだよ。自分の思考とかを入力すると、このアプリを使ってる他のユーザーが見てくれる。もちろん自分もお好みの人に連絡することができる。要はオンライン上の出会いの場ってところだね。なるほど。で、気に入った人に連絡を取って、メッセージをやり取りして、こいつはダメだと思ったら切られるし、いいなと思ったら約束をして実際に会うというケースが大半だね。マッチングアプリはあくまでリアルな恋人や異性の友達を探すのが主目的のサービスだから。会った後は？そりゃ当人次第だけどね。だいたいデートしていいなと思ったら付き合うんじゃないの。その後結婚するカップルもたくさんいるし、ただのちょめちょめ目的の男女もいるし、まあいろいろ。ちょめちょめ。ああ、ちょっと興味を持ったかい？いや別に。それよりよくアプリなんか作ろうと思ったな。あたしだって作りたくて作ったわけじゃないけどね、本業の占いが儲からないから。ずっと占いとか恋愛相談とか人の恋路をネタにして金を稼いできたんだけど、高い金払ってこんなババアに相談するような情報に疎い子最近あんまりいないんだよ。それで始めたのさ。作るのは大変だったけど、これなら私の経歴や経験も活かせるし。なるほど、すげえな。まあでもまだ完成とは言えないけどね。バグもたくさん残ってるし、ベータ版ってところかね。ベータ版？ああ、あんたにわかるわけないか。
まだ完成前のテスト運用中ってことだよ。本来は全世界向けアプリとしてリリースしたいんだが、今はとりあえずハワイに絞って。ほう。でもなかなか登録してくれるユーザーが増えなくてね。特に最近は男が足りてないんだよ。ユーザーが多くないと改善点が見えてこないから、募集を強化したいところなんだが。そうだ、あんたやってみないかね。え、俺？ああ、なんかモテなさそうだし、暇そうだし、ちょめちょめもしたいんだろ。サンプルとしてはもっ、ね、何言ってるんだよ。ちょめちょめとか興味ねえし、それに俺には心に決めた人がいるんだよ。だから他の誰かにモテなくたっていいんだよ。かー、いい歳こいて童貞臭いこと言ってるんじゃないよ、このおっさんが。そんなこと言ってるからモテないんだよ。どうせその心に決めた女にも振り向いてもらえてないんだろ。え、なんでわかるの？占い？そんな占わなくてもわかるわ。誰かを思うのはいいけどね、それを理由に自分がモテないことを正当化しちゃダメだよ。そもそもだけどね、いろんな女にモテた方が本命の子を狙うにも一番いいんだよ。え、どういうことだよ。例えばあんた買い物に行った時、人気のマグロの刺身と不人気のマグロの刺身があったら。人気の刺身。そうだろう、それと同じだよ。誰にも見向きもされない男より、他の女にも人気がある男の方がいいに決まってる。誰からも買ってもらえないまずそうな不人気マグロですけど、誰よりも買ってほしい気持ちは負けません。でもよ、一途っていうか純粋な愛情がやっぱり大事なんじゃないかと。かー、何が純粋な愛情だ、シャラクサイ。100歩譲って純粋な愛情が大事だとして。言ってないです。ほれ、見たことか。私の占いはインチキだけどね、あんたの未来だけは見えるよ。このままじゃあんたはその子と一生一緒になれないでしょう。未来覚醒、残念。Elle est réconfortante, hein. じゃあどうすりゃいいんだよ。だから言ってるだろ、こいつこいつでいろんな女の子と駆け引きを経験して立派なモテる男になる。それがあんたの思い人と添い遂げられる唯一の手段だね。でもよ、いろんな女の人と話すんだろ。それって浮気っつうか。バカか、あんたは。そもそもその女と付き合ってもいないのに浮気もクソもないだろ。浮気は彼女とか奥さんがいないとできないの。あんたには浮気する資格もまだないの。悲しくなってきた。とにかくあんたが男を磨くにはいろんな女と交流するのが一番だってことさ。あんたが経験を積んで立派な男になる。それが結局あんたの思ってる女のためにもなるんだよ、アンダーさん。本当かな。とにかく百聞は一見にしかずだ。まずは一回お試しでやってみな。まあお試しくらいなら。よし、じゃあ行こう。私の事務所にレッツ。C'est vraiment une quête à la Like a Dragon, hein. Y a que comme ça qu'on trouve ça. Ah, c'est son bureau, d'accord. Pourquoi pas, hein.
plus de ça les radines. J'adore. Ok. Donc on va devoir remplir un... ouais. Oh, quel enfer. Mais quel enfer. Qu'est-ce que c'est ça, l'application? Ok. Abonnement, point, contact, match. Ok. Ok, ok, ok. Je m'attendais à tout ce que soit ça. Pourquoi choisir ok, donc on a ça. Ok, je suis sérieux. Ah. Ah, sérieux. Voilà le fin. Non. Non, c'est sanguinaire unique. Voilà, unique. Waouh. Hello. Gentil. Non. Timiste. À la maison, sortir. Écouter de la musique. Rencontrons-nous. Mon métier, je suis héros. Oui, bon, hein, voilà. Combien ? On est un pigeon. On est un pigeon, on est un pigeon. Voilà. Ok, on n'a pas de souvenir. Ok. Et du coup, c'est quoi des souvenirs? Oh l'enfer. Bon. Plusieurs profils, gentleman, héros, optimiste, on sait sortir. Par ailleurs, j'adore écouter de la musique, j'espère qu'on pourra vite se rencontrer. Et ouais. Conversation profonde. Bon. Du coup, c'est quoi ça? What? Ponctuer 5000. Ok. Cherche contact. Oui. Match trouvé. Ok. Sophie. Ok, il va falloir regarder un petit peu. Alors non. Compatibilité 60. Ok. Canapoyo. Allez. La drague. On est vraiment sur un truc. Ok. Donnez la bonne réponse. Oh. Comment vas-tu ce soir? Je m'appelle Shiban Kassar. Koreda! Nante Kaisoka! Yabé! Imi wa konnai. Mistana! J'ai pas les rentrées de touche. Aïe, profession, ouais, bon. Oh putain, que ça c'est fait. Ok, j'avais pas vu.
なんて改装か。これにしよう。そうだな。Ok, ok, ok, il y a un mini-jeu comme ça, c'est marrant. そうだな。よし。相性いいね。よっしゃ。いい反応だ。Plus ou moins, après. Quelque chose.良いものをいただきました。ギョル。どう？Alors, je me demande un truc, les filles. ギョル sexy.これだ。なんて改装か。いいぞ。Je vais me faire avoir。Immense surprise。J'attends un truc assez drôle à la fin, je sais pas pourquoi, mais ça fait pour l'instant, c'est comme ça marrant. Ça se trouve, ça a été un mec. Ok, joli.Allez! Pour moi, on va jusqu'au rencard, ça c'est plutôt cool. Arigato! Yosh! Zenryoku de appeal da! Soda na! Izo! Hehe!よし。やったぜ。あ、じゃあ、これと。頼む。俺とデートに行きませんか。よっしゃ。どんな子か楽しみだな。Je sens la vodka。
遅かったの。じいさんじゃねえか。D'accord. OK. こんなはずでは。J'aurais été sûr. La Rodka est évidemment. どうだい？初めてのマッチングアプリ体験は。いやはや、なかなか奥が深いな。自分を魅力的に見せる。そうだろう。自分ってのは分かっているつもりでも、いざ人に伝えようと思うとうまく言葉にできないもんなのさ。対面だと容姿や雰囲気で伝えたりごまかせる部分もあるけど、アプリだと言葉だけだからね。人間性ってのは結局そいつが何を言うかなんだよ。言葉は人間を映す鏡なんだ。だから普通に出会うよりマッチングアプリの方が人間性で相手を選べると。なるほどな。言葉は人間を映す鏡。あ、なんか思い当たることでもあんのかい。ああ、俺その好きな子にひでえこといっぱい言っちゃったみたいだよ。もちろん自分としては思いを真剣に伝えたつもりだったし、悪意も大もなかったんだけど、結果的に俺の言葉でその子に嫌な思いをさせちまったんだ。だから言葉の大切さってのはよくわかる。真剣に思ってればいいってもんじゃねえ。少し分かってきたようだね。大丈夫。このアプリで誰かと、そして自分と向き合えば、きっとあんたの魅力を正しく伝えられるスキルが身につくはずさ。あんたは多分いいやつだよ。不器用なだけ。ちゃんと伝えられるようになればきっと。本当かよ。ああ、私の占いは当たらないけどね。勘弁してくれよ。本当はあんたから登録料とかがっぽり騙し取ろうと思ってたんだけど。まあ、ジェフェ・ペイエイ。私はあんたの声を応援する。登録料はなしでいいよ。え、マジか。ああ、あんたは貴重なサンプルユーザーだしね。金もぼったくれるほど持ってなさそうだし。ありがとうよ。あ、でも勘違いしないでおくれよ。全部無料とは言ってないから。このアプリは課金制でね、課金すればするほどあっさり相手を落とせるように作られているんだよ。課金しなくてもうまくやれば全然大丈夫だけど、課金したかった。なんだよ、課金しねえとうまくいかねえとかさ。何甘ちょろいこと言ってんだい。そもそもこれは商売。ボランティアじゃないんだよ。きちんとアプリをアップデートし運営を続けるにはすごい金がかかるんだ。基本無料って書いてあるからって、何でもかんでも無料で楽しめて当たり前。無料最近多いだろ。大して課金もしないくせに、運営がミスしたらやれクソゲーだ、やれわびしよこせだ。どれだけアプリを作るのも運営を続けるのも難しいと思ってんだ。たくもんとにもんとにゃんで。あんたは何を言ってるんだ。ああ、こっちの話気にしないでくださいな。とにかくこれからも頑張ってマッチングするように。愛する女を振り向かせたいんだろ。ここハワイで男を磨いて、その女子に再アタックだよ。いいね。わかった。Elle était trop bien la quête en fait. Je me suis laissé transporter. Et c'est toujours un. Mismatch. Bon, il y a peut-être une suite, hein. On verra. Mais en tout cas, on rend les suites comme ça. Bon, ouais. Ouah. Est-ce qu'on irait pas manger un petit truc ? Aloha. Allez, hop. C'est cadeau, c'est bien. Thank you. Voilà, la quête elle a duré 20 minutes quoi. 20 minutes de blabla. Mais bon, c'était marrant. Gearworks. Master a dit que le garage était là. 何か用？
え、どこから？ここだよ。あ、どう？お客さん？車の整備です。あ、いや、そうじゃなくてバットの整備なんだけど。バット？あのね、うちはバット屋じゃないんだけど。いや、それは分かってるんだけどよ。なら帰ってくれる？いや、でもリボルバーのマスターに紹介されてさ、何でも手入れできるすげえ人がいるって。それを早く言ってよ。無駄な嘘つかせないで。お、じゃあやってくれるのか？うちはマスターから紹介された案件しかやらないんだ。逆にマスターの紹介ならだ、ジュリっていう。Secondaire, meilleure batte. Du coup, on va pouvoir crafter, ça c'est bien. Même si, de souvenir, le craft était fastidieux. Oji-san, il est aussi nano ni koi batte motenda. Sumimasen. Dekisuka. Itsumo jiu ya katana o ijitterunda. Batte kurai yoyu da yo. Sa, sassa da yaro.Mmh. ご要望は？ Fabriquer armes, ah oui. Ah oui. On aime, on aime, on aime. Là, je pourrais crafter ça, je peux même crafter ça. Ok. Mais du coup, c'est la batte de héros. Bon, écoute, hein.なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。よし。すげえ。同じパッドじゃねえみてえだ。傷の修復だけじゃつまらないから、いろいろいじらせてもらった。振り心地も殺傷力も上がっているはず。どう？感触は最高だぜ。すげえ握りやすくなったし、持ってるだけで前より数段強くなった気がしてくる。あんたすげえんだな。マスターが最高の腕って言ってたのは。私なんてまだまだだよ。マスターの足元にも及ばない。え、なんか言ったか？いや、気にしないで。おい姉ちゃん、先客がいるんだ、帰ってくれる？あんたに俺の武器手入れしてもらえるまでは帰れないな。私は車の整備が仕事だって言ってるでしょ。武器の手入れはしてない。いい加減その嘘やめろよ。もうネタは上がってんだよ。仮に武器の整備をしていたとしても、あんたみたいな礼知らずの武器の整備をする気はない。帰ってよ。このクソガキ、大人をなめるなよ。さっさとやれって言ってるんだよ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんだお前は？先客だよ。車整備だな。順番は守ってくれねえと困っちまうんだな。状況わかってるのか？わかったよ。確かに横入りはいけねえな。なら、お前を殺せば横入りにはならねえよな。なるほど。合理的だ。やってみるか？おう、ぶっ殺してやる。気に入らねえ。さっさと始めようぜ。よし、やるぜ。Ouais, il est sensible aux attaques. Ok. Ok, ok, ok. okay. Alors, encore plus, c'est ce qui pop. Ouais, intéressant.死んでもらうぞ。俺の番だ。
それ俺。強すぎる。もう二度とこの店に近づくんじゃねえ。ね、二度としません。すみませんでした。大丈夫か。ああ、私は平気。たまに来るんだよ。どっかから噂聞き、まあいつもは自力で追い返すんだけど、おじさんがやってくれて楽できたよ。の、ああ、確かにその腕前だったら依頼した。まあね。でも私はマスターからの紹介以外はやらないって。へえ。マスター。そんな長くはないけど、まあいろいろあってね。ここもマスターから間借りしてるんだ。そうなのか。リボルバーだけじゃなくて手広くやってんだな。さっきも言ったように武器の手入れは表立ってやってないんだ。口外しないように頼むよ。まあ口外するようなやつをマスターは紹介してこないから。おう、もちろんさ。また来てもいいか。ああ、今日は助けてもらったしサービスでいい。でも今度からお金、それでよければ来ていいと。私と同じような修理屋がアナコンダセンターの方にもいる。そっちも使ってくれて構わない。オッケー、了解。ありがとう。なんだ、おかしいか。いや、そんな可愛い呼び方されたことないから、なんだかむずがゆいな。そうか、すまん。嫌だったら帰るけど。いや、まあいいよ、それで。よし、ジュリちゃんで決まりだ。陽気な人だな。Du coup, on peut hop, fabriquer, améliorer. Du coup, on peut fabriquer tout ça. Ah ouais, toutes les armes. Donc, ça, c'est toutes les classes qu'on peut avoir en jeu, j'imagine. Donc, ça fait combien ? Ça fait 8, 9 classes. 10 classes si on compte celle de Kasuga. Hein. Le dragon de Dojima. Ok, ok. Bon, améliorer. Et du coup, là, je peux améliorer. Je peux améliorer celle-là, quoi. Celle-là fait 20. Le club de golf. Donc, attends. Ah, je peux mettre des sauts et tout. D'accord, ok. Renforcer. Alors, attends. Renforcer. Alors, on va déjà faire ça. Ok. あとちょっとこれで仕上げ、いい感じにしといたから。 OK、 donc elle passe de 26 à 24 atelier 1 et du coup après je peux améliorer. Non, attends, hop, et là on peut marquer du coup. Voilà, donc ça c'est quoi? Attaque incendiaire, attaque de glace, attaque électrique. Ah, la paralysie, c'est cool ça. Ah oui, on va mettre une machine de paralysie, clairement. Ok, ok, ok. Bon. En tout cas, vraiment cool. Hein. Oh. Tiens, tiens, quelqu'un qui est embêté encore. Intervenir. Damn you. Oh. やるぜ。
On saute de fer. Et ça permet de monter l'arme, donc on en récolte comme ça. Après ça dit pas combien ça en donne, hein. Ça devrait en donner plusieurs. On va clôturer sur ça. Okasafa, tamestez mi masenka. Ima shijou campaign chu nan desu yo. Kain touroku mo muryou. Mazu kiite ii ka? Sono Okasafa toka iu no wa ittai nan nan da? Okasafa o shiranai desu ka? Toyukoto wa enjou jiken no koto mo shiranai? Enjou jiken? Aa, ii desu. Shiranai nara sore de. Watashi オカサーファーの開発者のオカと申します。ああ春日さんですね。この度は私の話を聞いてくださってありがとうございます。ではこちら私オカが20年の月日をかけて開発した電動移動マシーンオカサーファーです。ほう、乗り物なのか。不思議な形だな。はい、これは昨今流行りの電動キックボードや電動自転車とは全く異なる設計思想で作られています。キックボードや自転車は自分で蹴ったり漕いだりせにゃなりませんが、これは何もしなくていい。乗っかってるだけで一切足を動かさずに進むことができる最強の楽ちん移動マシンなのです。へえ、そいつはすげえじゃねえか。でもなんでそんなマシンがこんなに見向きもされねえんだい？実は以前ちょっとした失敗がありまして。失敗？さっき言った炎上事件ってやつですね。ちょっとばかり炎上しちゃいまして。炎上？はあ、俺あんまりそういうの詳しくないんだが、もしかしてネットで変なこと書いちゃったとか。ああ、いや、ネットも当然炎上しまくったんですが、実際にも炎上しまくっちゃったんですよ。というと、その、ちょっとばかり不具合がありまして、ちょっとばかり走ると爆発しちゃったりして。マジの炎上じゃねえか。いや、はや、お恥ずかしい。でもですね、それは過去の話なのです。あの後私は深く反省し、自ら試乗実験とバグ修正を繰り返しました。そのトライアンドエラー数、なんうまくいかないこともたくさんあり、何度も傷を負いましたが、その甲斐もあり、今のオカサーファーは不具合ゼロ、安全安心の最高の乗り物になったんです。ですが、一度ついた悪いイメージは拭えず、結果的に誰も乗ってくれないんですよ。今のオカサーファーには絶対の自信があるのに、一度乗ってもらえば良さがわかると思うんです。なるほどな、そういう事情だったのか。まあその傷を見れば、あんたが体張って頑張ってきたって熱意は伝わってくるよ。それで、あの、もしお時間があれば試乗してみません？ここまで話を聞いてくれたのは春日さんが初めてです。絶対満足してもらえると思うのでね。本当にもう爆発しねえんだよな。はい、この傷に誓って。ça nous fera un véhicule en plus qui est plutôt cool là. Que ouais. C'est un tour. わかったよ、ものは試しだ。やった！ありがとうございます。では早速やってみましょう。ライドオン。もうあれ、へえ、
歩くより早いな。サンパ。快適じゃねえか。いいねいいね。お疲れ様でした。いかがでしたか、おかサーファー。正直、思っていたより全然良かったよ。歩くより楽だし早いし。ありがとうございます。その言葉が聞きたかったんです。おいおい、こいつらオカサーファーになんか乗ってるぜ。ダセえな、流行らねえんだよそんな。なんなんですかあなたたちは。確かに以前のオカサーファーは欠陥品でした。でも今のオカサそんなの信じられるかよ。こんなガラクタぶっ壊してやるよ。いや、やめてください。ああ、なんだてめえ。オカサーファーに乗ったもんだ。俺はこれ結構気に入ってたな。会員登録してもいいかなと思ってんだよ。だからおめえらに傷とかつけられたくねえんだ。それに文句は乗ってから言ったらどうだ。てめえ調子に乗りやがって。オカサーファーとまとめてぶっ壊してやるよ。Ouais, ok, bah écoute, hein. Va être rapide, hein. Oh, Kyoryu qui monte niveau 13, et ça, ça fait plaisir. Ça régale, ça régale. Kasuga-san, okéga wa arimasen ka? Okasafa no tame ni... Moshiwaki arimasen. Nani? Ore ga koitsu ra ki ni kuwanakatta dake da yo. Soyo yori, Okasafa wa daijoubu ka? Nando ka kerare chaimashita ga...多分大丈夫だと。でも念のためこれは私が持ち帰ります。もしそうだな。それで、あの、さっき会員登録してもいいとおっしゃってましたけど。ああ、気に入ったし今なら登録料無料なんだろ。困ってるみてえだし登録するよ。ありがとうございます。で、登録するといつでもこれに乗れるようになるのか。はい、オカサーファーへの乗車が禁止されているところを除けば基本的にいつでも乗ることができます。ただオカサーファーは電気で動くのである程度走るとバッテリーの充電が必要です。充電はハワイに数箇所設置されているオカチャージャーにて行っていただけます。充電には料金がかかってしまいますが、まとめてたくさん充電した方が。オカチャージャーでは充電の他にも見た目や機能のカスタマイズもできるので、ご家庭、okay. 了解。ハワイは広いから移動が大変になりそうだと思ってたんだ。ありがとうございます。私も春日さんに満足いただけるようにどんどんサービスを拡張していこう。それでは失礼しますね。なあ、気を。はい、春日さんもお元気で。Ouais, ça va péter. Yame! Oi! Okasa! Eh? Kuryo koeru to bakuhatsu suru to. Naoshite okimasu node, anshin shite onori kudasai ne. Ouais. Allez, zou, à la prochaine.